立山翔平チャンネル。マクガフ投手です。はい。なぜまずスワローズのクローザーというだけではなく、オリンピックではアメリカ代表のクローザーでもあるので、やっぱりそこは経験者に勝るものはないと思うんですよね。はい。やはり9回最後の3つのアウト、すごく難しい作業なので、やっぱチームを代表して一番信頼のおける投手、はい、それが昨年に引き続き今年もマクガフ投手なのではないかと思います。マクガフ投手は何がすごいんですか？まず、スピードボールがあると。はい。それと投げ方が意外とシンプルなんですよね。オーソドックスで、で制球力も良いと。はい。まああとは変化球も揃ってますし、小さな変化球もありますし、はい。もともとは160キロ近いボールを投げるという投手で入ってはきたんですけども、細かい変化、日本の例えばファールで粘る打撃だったりだとか、そういったものに対応するために、制球力の部分で少し出力を下げながら、はい、制球力重視で日本の野球に適応していると思います。はい。石山投手ももちろん、ストレートも変化球もいいボールを投げているんですけども、やはり比べてしまうとマクガフ投手の方が、はい、よりタフなんじゃないかなと思います。タフっていうのは、どのような場面でも連投してもイニングをまたいだとしても能力が変わることがあまりない。石山投手はもちろん中継ぎとして50試合以上投げたことも経験もあるんですけど、長年中継ぎをして活躍をしているんですけども、やはり少し好不調の波というのもありますし、まあちょっと年齢を重ねるごとに体力が少し落ちてしまったっていうところから調子を崩してしまったのかなっていうのもあるんですけど、もうヤクルトの投手陣で石川投手の次に年長者になってくるんですよね、石山投手が。そういった部分でいくと石山投手に長いことをこう頼っていくことよりも、はい、石山投手をうまく生かしながら、もちろん低めのストレート、制球力、そういった部分では石山投手の持っているものっていうのは真似ができないものなので、やっぱり必要なピースだとは思うんですけども、はい。現状今先発ピッチャーが多いんですよね。はい、先発投手の候補として名前が挙がってくる投手が、8人9人日本人でいる状態。その中で中継ぎの適応能力が抜群な選手が出てくる可能性があるんですよね。はい。クローザーの条件ですか。はい。まずスピードボールがあること、まあ、あとは特殊球を一つ持っていること、はい、あとは制球力ですかね。そんなにないかな。いやでもスピードボールいらないな。特殊球ですね、一番は。はい、分かっていても打てない特殊球を持っている、そのピッチャーを象徴するボール、それが一番重要かもしれないですね。はい。で言いますと、現役の若手にはパッと思いつくヤクルトの投手で言うと、特殊球を持っている人ですか。原樹里投手のシュート、はい、高梨投手のフォーク、はい、高橋投手のストレート、特殊球です。はい。坂本投手のストレート、これも特殊球ですね。はい。
ストレートの特殊球、例えば一般的に、キャッチボールをするとなんとなくこうシュート回転をするボールをイメージをすると思うんですね。でそのシュートの幅っていうのがおおよそもう20センチ以上するものなんですよ。なので20センチ相手に向かってシュートしてくることをまっすぐって表現するんですよ、野球選手は。で20センチ以上曲がることをシュートしてるよと、20センチ曲がらないことをカットしてるよって表現するんですけど、実際はまっすぐよりはシュートしてるんです、はい。なので投げたところから20センチ以内のボールのことを、カットしてるよって表現するんですけど、実際はシュートしてると。例えばソフトバンクの森投手、ロッテの唐川投手、楽天の岸投手、はい、まあ、その3人がある程度綺麗なまっすぐ、もしくは少しカットしてるよっていうふうに表現されるような、よりシュート成分の少ないストレートを投げる投手、でこういった投手のストレートっていうのは特殊球になってくると思うんですね、はい。でそういった意味ではそれに近いのが高橋投手、はい。でそれと真逆なのが真横から投げる強いストレートを投げるのが坂本投手なので、ストレートのこの分布、ある程度のところに入る分布から外れているのがその2人なんじゃないかなと。そして2人とも150キロを超えてくる、はい。もちろんボールの回転軸、投げ方、指の離し方、回転数でホップ成分で決まってくるんですけど、それに対して構造上そういうふうになっている投手もいます。例えば腕の振りと、リリースポイントがしっかりあった状態でシュート回転の少ない、シュート成分の少ないボールを投げているのが横浜の浜口投手、あとは楽天の松井投手、ソフトバンクのモイネロ投手、はい。そういったピッチャーっていうのはよりシュート回転、シュート成分が少ない投手になってきます、はい。なかなか練習してもキャッチボール、バッティングピッチャー130キロレベルではそれができても、150キロを超えるボールでそれを揃えるというのはなかなか難しい。遠心力も使って投球しなくてはいけないので、それを揃えられるピッチャーっていうのは本当に日本を代表する投手でいうと藤川球児投手が一番それに近かったのかなと、はい。特殊球狙っていても打てないストレートを持っていると、はい。